姿勢四式重迫撃砲とは、第日本帝国陸軍の試作自走重迫撃砲。第二次世界大戦末期の1944年に開発されたが、採用には至らなかった。陸軍は1943年から1944年にかけて正式化されたばかりの三式 30cm 迫撃砲を搭載する自走迫撃砲を計画した。一組名称。 ハトと名付けられた新型自走迫撃砲の車題には4、式中型装儀科車が使用され、4両が試作された。1944年から1945年にかけて陸軍主管学校でハト車の実用試験が行われたが戦力化されない、うちに終戦となり、実戦に参加することはなかった。3式30センチメートル迫撃砲は、 最大射程が3145メートル、砲弾の重さは170キログラムあった。砲身の重量は1.5トン近くもあり、これを制御するのは非常に困難なため砲身の不要角度は50度で一定だった。射程の変更は弾薬量の調整によって行われた。ハト射の開発と同時期に陸軍は粉身砲の実用化に成功したため、コスト面、運用面で 分身法に劣るハト社は存在が疑問視されていた。また、大型の砲弾を使用するためには専用の補給車両を生産せねばならないなどの欠点が存在した。加えて、資材難から大量整備は行われなかった。法は車体後半部のほとんどを占めた。移動時、法は運行姿勢をとった。車体後半の積載部にガイドレールが設けられており、 砲の台座がこの上を活動して、運行姿勢と射撃姿勢を取るための砲の移動を行った。運行時には操縦室上面のトラベリングクランプと砲が固定された。射撃時には砲は、車体から地面へと着座し、台座の元に倒されていた指示柱が起こされて砲と連結された。射撃時の反動は、大部分が地面に固定された砲の愉快化が受け止めた。 30センチメートルという大口径砲であるために人力では球弾が著しく困難である。弾量170キログラムの榴弾をスムーズに高さ数メートルの方向に持ち上げるには溶弾機と装填機が必要であった。溶弾機は榴弾を巻き上げるものである。迫撃砲の上面に後尾から砲前面までガイドレールが設けられ、このガイドに榴弾が支えられて溶弾された。 溶断された榴弾は方向と溶断機をギア操作でスイング式に上下稼働する装填機に移され方向から装弾された。射撃時には装填機は溶断位置へ上げられた。砲の方向射解は左右角3.5度である。迫撃砲であるためライフリングはない。しかし大重量の榴弾を初速秒速189.3メートルで打ち出すために中退機と また、座敷を2本ずつ対象に装備した。作動は中体が、水圧、また座が、水、気圧による。ダコミ中スキデ法の床板を固定するために、急速な射撃陣地の移動や、射撃方向の転換はできなかった。ジャイル効果を持たない、有力弾ながら、榴弾の弾道特性は、概ね良好であった。ありがとうございます。